こんにちは、大阪 FPV です。お久しぶりなんですけれども、今回はですね、Vlog を上げようと思ってまして、内容は、一応ですね、フリースタイル、ちょっと僕なりにいろいろ練習の仕方とかも考えてやったこととかもあって、その辺の、別にそのフリースタイルだからってことはないんでしょうけど、一応ですね、フリースタイルをする上で、こうやってきた練習方法をちょっと、紹介しようかなと思います。大したことではないんですけどね。ただやっぱり結構、僕と同じようにいろいろ悩みながらやられる方って結構多いと思うので、参考になったらいいかなと思います。で、その前にですね、プチ情報というか、以前からですね、ちょっと問題になってた、前の Vlog とかでもちょっとずっとお話ししてたんですけど、このジョニーの X5 なんですけど、これレースフライトじゃなくて、フライト1のリボルトを使ってるんですけど、リボルト OSD 使ってるんですけど、もうこれちょっともういっぱいあるんですけど、これがですね、ちょっとうまく動いてないというか、モーターとかに振動が急に出始めてですね、古いバージョンだったらいけてると思うんですけど、ただ古いバージョン、ちょっとパソコンの都合でですね、都合でというか、突然レースフライトだけ、レースフライトじゃない、フライト1だけですね、なぜか全く認識しなくなって、ベータフライトとか、キスとかはいけるのに、これだけ突然弾かれてしまってですね、前のバージョンに戻せなくなったんで、他のパソコンでやってるんですけど、結論から言うとですね、フライトコントローラーのバージョンアップをいくらしても、最終的に綺麗には収まらなくて、ESC の方のファームウェアをバージョンアップすることで、多分うまくいったと思います。ところがですね、一応これ、バージョンアップね、ちょっと殺したんですけど、なんとかやって、で、これちょっと結構収まったなと思った瞬間ですね、今度いきなり VTX が切れて、なんなんだろうと思ったら、リボルトのですね、コネクターがまた剥離、すごいよく剥離するんですよね。衝突繰り返してるんで、ちょっとしょうがないと思うんですけど、ただ、今回は飛ばしてたらいきなり、ブラックアウトしてですね、前からちょっとそういう症状あったんですけど、結構ですね、がっつり今度行っちゃいまして、で、今もっとまだちょっと飛ばせないと、ちょっと修理しないといけないということで、どうしようかなと思ってるところです。ちょっとそういうことですね。もし振動でお困りの方で、古い ESC 使ってて、バージョンがね、古いままだったら、ちょっとバージョンアップされたら、ひょっとしたらね、振動収まったりするかもしれないという、プチ情報ですね。はい、それではですね、ちょっとせっかくなんで、ちょっと前に撮った動画とかをですね、参考にしながら、ちょっとこう、練習方法をね、紹介していこうと思います。もう設定なんですけど、当然アクロモードと、プラスエアモードなんですけど、とにかく絶対にアクロモード以外使わないように我慢することをですね、ちょっと最初慣れないとしんどいんですけど、でも本当にアクロだけでやる方が上達早くなると思います。最初ホバリングなんですけれども、ホバリングは一見ちょっと簡単なように見えて結構難しいですね。特に低いところでやるとこうダウンオッシュが結構あってですね、なかなか安定させるのは難しいと思うんですけれども、一応ですね、どんな姿勢になったとしても一旦はこのようにまっすぐ戻せるように。で、多少フラフラするのはしょうがないとは思うんですけど、アクロモードの場合。ただ、ちょっとですね、大まかな位置に大体戻ってくるという程度の、制御は自分でできるように、ちょっと練習は必要かなと思います。このようにね、多少こう傾いたとしても、すぐ戻せるということですね。これが一応、まず最初必要なのかなとは思います。難しかったらね、ちょっと高い位置でやってください。それができてくるとですね、ちょっとまっすぐ進むと、まっすぐというか、自分の思ったところを進むようにする。で、最初はですね、これが意外にこうちょっと難しくて、こうやってエスケープゾーンが広いところでやればですね、そんなにストレスなくできると思いますので、だんだんこのちょっと追い込んでいくと、片側にちょっとこうエスケープしにくいような場所を選んで、そこに沿っていくとか、最悪ね、右にザッと逃げればいいんで。
マクロの場合はどうしてもね、こうふらつき出すと止まらなくなったりするんですけど、まあ片側だけだったらいけると思います。慣れてきたら両側のエスケープゾーンをねぐっと狭めたところで、まあなるべくまっすぐライン上に飛んでいくということですね。でこう狭いところの方向転換、まあこんな感じでスッとできるようにまあなりたいんですけど、最初は少しですねこうもう慌てちゃってこうグラグラとなることがあると思います。エスケープゾーンがね狭いんで、まあ、ちょっとどっか行っちゃったりすると大変ではあるんですけど、まあ、ただそういうこうストレスにさらされておかないとですね、まあ、フリースタイルの場合はなかなかうまくギャップとかも狙えないと思います。まあ、こういったエスケープゾーンが非常に狭い中で飛ばすっていうのが、まあ、多分レースとの一番大きい違いなんじゃないかなと思います。でそれがある程度できてきたらですね、今度はまあロールですね、まあ、ロールとかフリップ、まあ、こういったいわゆるアクロバティックなフライト練習になるんですけど、まあ、最初はですね高いところで一瞬スロットルを切った状態で、まあ、エルロンとか、ラダーを入れるということなんですね。ラダーじゃなくてエレベーターを、ね、入れるということで、まあ、ロールフリップやると。で結構ね最初高い位置で全然いいと思いますので、まあ、このようにですね、まあ、大まか水平な位置にスッと戻ってくる、まあ、なんか一発でパチッと決まらないとは思うんですけど、まあ、多少ですね調整してでも、まあ、なんとか最終的には戻せるようになるということが目標になると思います。でまあ、ここからがねちょっと難しいんですけど、まあ、要はですねフリースタイルの場合っていうのは、まあ、この速度感とかっていうのを高度で出すことが多いんですよね。まあ、要は低く飛ぶと、低く安定した状態で、まあ、このようにロールフリップを入れていくというのが、まあ、結構その視覚的に、まあ、効果があるというか、まあ、同じスピードを出したとしても低いところでやる方がねいいと。でただですねやっぱりこのちょっと修正をする間が余裕がどんどんねなくなってきますので、まあ、そういった難しさっていうのがあります。まあ、僕も未だにですねもうちょっと綺麗に決まらないことの方が多いんですけど、まあ、ただある程度エスケープゾーンがあればですね、まあ、ちょっと落ち着いてやって、まあ、修正できると。で先ほど見たようにですね、まあ、これもどんどんエスケープゾーンの少ないところでやると、まあ、難度が上がってきますということなんですね。であとはですね、まあ、このように低い位置で飛ぶ、まあ、ちょっと難しいんですよね。こんな風に左右にこう交互にこう回っていくとですね、そのたんびにこうふわっふわってこう最初浮いてきちゃうと思うんですけど、まあ、ここを浮かないようにグッとこらえながら、まあ、地を這うようにこうロールして、ロール、まあ、ターンしていくと。でこの時にですね、まあ、なるべくこう地面に近づいた状態でターンを続けていく。まあ、こういったところも、まあ、ちょっとレース、僕レースやらないんでね、ちょっと正確なところわかんないんですが、まあ、こういうところに、まあ、ちょっとこう気を使わないといけないというのが、まあ、レースの違いかもしれないですね。ということでですね、まあ、ざっくりなんですけども、今回一応ですね、フリースタイルのまあ練習方法をね、ちょっと僕もこんな感じで始めましたよという紹介をしました。まあ、もちろんいろんなやり方もあると思うので、まあ、ご自身のあったやり方でね、全然構わないんですけれども、まあ、何か参考になればいいかなと思います。まあ、もし機会があったらですね、もうちょっと難しいトリックの紹介とかもしていけたらいいかなと思います。まあ、とりあえず今回はここまでということです。最後までご視聴ありがとうございました。